こんにちは、プロスノーボーダーの内山美恵です。今日ポケモン GO でたまたまルギアが現れたてだったんですよ。でレイドバトルっていうのに初めて挑戦してきました。で私が始めた回はあのルギアが出現してすぐだったので、もう周りに人がいっぱいいてクリアすることができました。で2回目実はそのまんまもうポケモン GO のレイドバトルしようと思って、あのレイドカードって前日使わなければ1日2枚まで持てるんですよね。なのでそのまんまもうポケモン GO のレイドバトル移行会になっちゃったんですけど、私ちょっとねレイドバトル初めてだったのでやり方がよく分からなくて、着々とこう貯めてたポケコインを使ってあのレイドバトルのカード100コインで1枚買っちゃったので3枚になってしまったっていうのもあって、ルギアの後にバンキラスに挑戦して、でそれも人がいっぱいいたので倒せて、でその後にフリーザに挑戦してそれも倒すことができました。ただゲットできたのは1回目2回目が私が下手くそで、あのゲットチャレンジ失敗してしまって、3回目のフリーザをなんとゲットできました。嬉しい。なんかねレベルとか関係なくそういうレアポケモンってゲットできるのかなって思ったらちょっと楽しくなりました。そんなにレベルが高いわけじゃなくて楽しみでやってる程度だったので、フリーザをゲットできて、私レイドバトルちょっと楽しさがすごい分かってきちゃいました。ハマりそうです。はい。でルギアは突然現れたので途中からになって焦った様子がすごくご覧いただけると思うのでぜひ見てください。それではどうぞ。こんにちは、内山美恵です。なんかたまたま通りかかったらルギアがいたんです。なんか倒したかな。ほらすごい、あウィンだって。わあすごい、ゲットした。あゲットした、すごい。たまたま通りかかったら仙台駅の近くにルギアがいて、おお私全然貢献してない多分。おお、ゲットチャレンジでも多分無理だと思う。どうしよう、ズリの耳かな、わかんないやり方。とにかく頑張ってみるよ。よし、もう真っ赤っかやんこれ。ああーなんてタイミングで、絶対無理やんこれ。あでもグレートだって。いや出会えただけでもラッキーです。なんかすごい周りすごい人いっぱいいる、すごいいる。違う、ああなんてこと。あと3つしかないよボール。すごい、何人いるんだろうここ周り。ひゃー、あと2個しかないよ。よーし頑張るぞ、せーの、よいしょ。あちょっと遠かったボール。なあ無理だよね。よしじゃあラスト1個いくよ。さあせー、あーなんてこと。あー残念、逃げられちゃいました。というわけでこれ一回倒しちゃうともうゲットできないんですかね。ね、周りの方ずっといらっしゃいますけどどういう感じなんでしょうか。残念、ルギアゲットできずです。残念。はい、というわけで伏見稲荷神社勝ってしまいました。私残念。はい、ルギアゲットならず。周りすごいですよ人が。こちらが伏見稲荷神社なんですけど、周りにたくさんいて、あとこれの反対車線側もまだ人がいましたからね。はい、ルギア取れなかったんですけど、フリーザー残り3分のところ行ってみようかな。せっかくだからちょっと寄り道していきたいと思います。お、ここにバンギラスがいるかも。しかも残り時間結構ある。
バンギラス。お、残り時間結構ある。ちょっと急いで向かってみようかな。ここどこじゃ。ちょっとこっち方面向かってみたいと思います。バンギラスどこだどこだ、ここだ。ちょっと遠いな。ちょっと行ってみます。なあ、こっちにフリーザーもいる。あ、近い。どうしよう。いや、こっちも行きたい。ちょっと行ってみようかな。さあ、到着しましたよ。何人ぐらいいるんだろう。あ、結構いっぱいいる。さあ、バンギラスお願いします。アクアテールを使って、うわ、めっちゃ一気にめっちゃ食らってる。はあはあ、さあカビゴンになっちゃった。カビゴン頑張って。そうか、今一つ、そりゃそうだ。虫かかって、カビゴン。そう、避けるっていうこと私一切してないですね。さあ、カビゴン頑張って。さあ、虫かかり。さあ、この人数で倒せるのかしら。めっちゃ虫かかってる。キャー。そしてシャワーズ頑張って。効果抜群だ。よし頑張れ。効果抜群だ。やったー。うわ、めっちゃ食らってる。よし、水の波動いけ。あー頑張って。あ、でもいい感じよ、いい感じよ。さあ、水の波動を使って、キャー。そしてまたシャワーズ行きます。さあ、シャワーズさん、この子は、よし。お、周りもシャワーズが多いのかな。キャー。あ、そしてギャラドス様、ギャラドス様頑張って。さあ、竜の波動。お、もういけるんじゃない。そしてまたシャワーズ。効果抜群だ。お、キュン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 。やった、やったやった。ウィン。元気のかけらいっぱいもらった。金のズルの実6個、不思議な雨2つ。おー、いっぱいもらった。やったー。お、ゲットチャレンジ、よいしょ。ゲットチャレンジいきます。よし、こういう時にこれ使うんだよね、きっとね。あ、金のズリの実ってなんだっけ。超捕まりやすくするってやつ。これあるじゃん、これ使おう。じゃあ、よし、いくぞ。うわ、めっちゃこの人暴れるよ。もうちょっと遠くか。おお、速攻だね。多分これでいいんだよね。ちょっと道具分かってないけど。よし、くるくるくるっとな。くるくるくるっとな。よいしょ。あーはー、弾かれたよ。ちょっと待って。このタイミング、どう？さあ、どうだ？どう？あはー、惜しい。よし、多分これ使う。あとボール6個だよ。めっちゃ吠えてるよ。いや、吠えてる。よいしょ。ははん、下手くそ。めっちゃ吠えるんですけど。
当だ。あ、嘘。嘘。あ、間違えた。いつかわかんない、もう。これどうせまたもう一回吠えるでしょ、ほら。よし、このタイミングで。よいしょ。2回吠えるんかな、バンギラ様。難しい。あと2個だよ。1回吠えたでしょ。で、もう1回吠えるね、どうせ。ほら。このタイミングで、よいしょ。嘘。ラスト1個。吠えたすぐ後だよね、きっとね。あ、吠えない。嘘。うわー、ゲットならず。うわー、ショック。そして画面も真っ白だぜ。なんだ、なになになに、ほら画面まで真っ白になる。ちょっと、はい、というわけで、やっぱレベルが足りないのかな。残念ながらゲットならずでした。けどクリアはしましたよ。はい、はい、無事にノーゲットだぜ。じゃあね。はい、また修行してまいります。さてさて、もう一個ね、いましたよね、フリーザさん。どっかにいた。ちょっともう一箇所そこにかけてみたいと思います。ちょっと時間がどうだろう。うん、向かってみます。さあ、入りました、入りましたよ。私このメンツでいいのかしら、ちょっと謎ですが、はい、このメンツを推奨されましたね。いいかしら。周りはこんな感じで、すごい携帯持ってる人がいっぱいいますね。場所はこんな感じです、はい、すごい人が立ち止まって。さあ、入りましたよ。15人、1、2、3、15人もいるんだ、この近くに。どうなりますかね。携帯持ってる人がいっぱいいます。ドキ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 、すごいね、みんな携帯持って下向いてる。さあ、始まりましたよ。さあ、フリーザ、よし、ゴーゴー。お、効果抜群だって出てます。さあ、私のブースターちゃん、解放者。解放者。よし、頑張って頑張って。効果抜群だ。避けるっていうことをしてないからな、私。あーはー、速攻いなくなっちゃったよ。さあ、この技をね、避けるタイミングもあるんでしょうが、ちょっと私、ビギナーなもんで分かっておりません。ただ、ゲージが溜まったら撃つという、あ、シャワーズになってる、いつの間にか。あ、私のブーチャーさん。ひ弱でしたわ。ね、でも15人もいれば倒せるんじゃないか？どうだろう。どうかな？さあ、本当は避けたらいいんだよね、もうちょっと余裕が出たらね。さあ、シャワーズさん頑張って。さあ、カービゴン、カービゴンのしかかってきて、トリちゃんにのしかかって。この凍える風っていうのを避けてみたいな。今度ちょっと避け、お、避けた、避けれるじゃん。やればできるじゃん。
じゃん、いいじゃん。避けるターンに、お、覚える数使った。どうだ、避けて。お、避けた、ナイス。カビゴン。あ、めっちゃ食らってた。ちょっとよそ見したかも。このタイミングで避ける。その、仕掛かって。じゃあ、ウィンディ。ウィンディちゃん、頑張って。効果抜群よ、きっと。さあ残り150、あ、152秒、今倒したよ、やった、みんなありがとう、周りのみんなのおかげ、ウィン、やったね。元気のかけら5個、金のずりのみ6つ、不思議な飴9つ、技マシン、初めて技マシンスペシャルをゲットしました、やったぜ。私黄色、トータルなるゲットチャレンジ、よし行きたいと思います。さあゲットチャレンジいきますよ。多分こういう時にこの金のずりの実を使うんだと思われます。さあボールは7個いきますよ。よいしょ、グレート。さあどうだい、一発目だよね。さあチャンスはあと6回。こう上に行かれると難しいのよ私。そうこのタイミング、さあどうだ、2回目。さあさあだよね。さあ3回目いきますよ。よっ、グレート。さあちょっとずつ上手になってきましたよ、ボールの投げ方も。どうでしょう、あーだよね。多分これさ、レベル高い人がきっとゲットできるんじゃないかなってちょっと思ってきてる。よいしょ、さあグレート。これエクセレントじゃないと難しいのかな。ねえフリーザーお願い。あ、やったー、ゲットした、嬉しい、やった。うわ、新しく図鑑に登録されますって、うわ嬉しいな。これ31日までですもんね。やった、ゲットだぜ、嬉しい、ありがとう。こんなレベルちゃんでもゲットできるのね。フリーザーをゲットだぜちょっとやり方わかんなくてね、焦ってね、あのレイドパスっていうのを買ったんですけど、はい、2枚はね1日で普通に使えるみたいなので、昨日使ってない分ね、はい、今日は3回もレイドバトルしちゃいましたから、はい、嬉しい。見てみましょう、ポケモンを調べてもらいます。お、トップレベルだぜ、だってやったー、防御がすごい、今まで見た中でも最高の部類だぜ。君のフリーザーはビッグなポケモンだ、俺の直感を信じろ、じゃんなー。いやー、ありがとうありがとう、いや嬉しいな。フリーザー鳥だよね、鳥、氷飛行だって、嬉しい、これ頑張って育てる。いや、すっかりレイドバトルハマっちゃいそうです。そんな感じでドタバタの初レイドバトルを、偶然のねルギアが偶然目の前に現れたので始めちゃいました。また次回もポケモン GO をやっていきたいと思います。はい、ポケモン GO の楽しさがちょっと分かってきましたよ。はい、そんな感じで突然ルギアからのレイドバトルデーになりました。で今ただいましてきて、速攻この動画を撮ってます。はい、またレイドバトルをしに街に出かけていきたいと思いますので、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。